Hey bosses, it's Winnie from Asian Boss. When a transgender woman, Laura Herbert, has been selected as the representative of New Zealand's women's weightlifting team at the Tokyo Olympics, it triggered a fiery debate on the internet. While critics are saying that she has an unfair advantage against female-born athletes, proponents of the move are celebrating the milestone. Now, as the host of the Tokyo Olympics, how do the Japanese people actually feel about the issue? Do they think that transgender athletes should compete against female-born athletes? Let's hit the streets of Tokyo to find out. この件に対してはそもそも認められるべきだと思いますか？いいえ。おお。認められるべきではないと思う理由を教えていただけますか？元の生まれ持った筋肉量とかが違うから、もともと女の人よりは力が強いはずだからなしだと思います。筋力量が女性の方が劣ってるはずだから、元男性っていうのがやっぱなんかそこで戦うのは違う気がしますね。まあ、女性になりたいっていう意欲を尊重したいなと思って、やっぱ別に、まあ、元男性とかそういうの関係なしで、やっぱ女性になりたいっていうその意見を尊重してあげた方が絶対いいと思うんで。それってホルモン変えるとか全部やってるわけだからね、女の人のホルモンになれば筋力も絶対衰えるだろうし、逆に私友達で女の人が男の人にトランスジェンダーした人いますけど、いや逆にすごい筋力量ですけどね、女とはちょっと正直思えないぐらい。ちなみに例えばこれ国内の大会で、こういうトランスジェンダーの選手が、女性の選手と競技すること、そのうち認められると思いますか？日本はないんじゃないですか？どうしてですか？だってそういう国だから。だってタトゥーもダメなんでしょ？ね、そういうおしゃれとかそういうのも認められないでしょ。いつまでたっても、ね、古いままの、その、ね、考え方でいるんだったら絶対そんなことはできない。日本では絶対。Okay, so now you can see that we have a lot of yeses, but we are not really sure how it's gonna go, so let's continue with our poll. Yes. はい。ご意見をお伺いしたいんですけど、どうして yes ですか？そもそもルール規定を守った上で選手として出るんだったら特に文句もないですし、OK だなと思います。ホルモンを一定以下に下げたってことですか？そうですね、ホルモンがなんか男性ホルモンが一定以下、まあ、ルール上で多分10ナノモルパーミリットル以下だったら、まあ、一応女性選手として出ても OK っていうのがルールとしてあるんですが、いいんじゃないですか、ルールにのっとってれば大丈夫と思います。普通に どうしてイエスですか？選手自体のアイデンティティは尊重したいなという気持ちでイエスにしました。そうですね、なんかやっぱりそういう動きもある一方で、なんか大半の人がそういう偏見みたいな感じでまだ古い考え、はい、日本はその考えが多分あるんで、もっと変えていかないと難しいので、そんなすぐに、そうですね、世界他の国に比べたら この分野に対する理解はちょっとそんなすぐには変えれないと思います。なるほど、同じ、はい、同じ。Yes。 すいません。まあ、30年間男性としてトレーニングしてきたり、まあ、骨骨格も男性の骨格だから、他の女性の選手にとってはちょっとアンフェアなんじゃないかなという声があって、どう思いますか？
その意見もすごい分かるんですけど、多分、選手を選手としてそのジェンダー気にせずその女性として認められるべきだと思うので、女性として大会に出たければそうさせてあげるべきだと思います。このイエスはイエスの数が多いというのが結構日本一般的な意見を代表するようなものだと思いますか、それともやっぱり渋谷が若者が多いからなんていうかこういう思いを持っている方が多いと思います。渋谷は東京のなんていうんだろう、すごいいろんな人が集まるところだと思うので、多分いろんな違う意見を持った人が集まると思うので、そうですね。これ男なの？もと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 生まれは男の男性で性転換して。それはダメです。ダメですか？だってあれが差があるでしょ、ね、え性転換して女性に変わっても体力は男性でしょ。いや、それで一言聞いて、女性が性転換して男と勝負するんだったらグ、うん、一応その IOC オリンピック の、 あの規定としてはその男性ホルモンが一定のレベルを12ヶ月下回っていればその女性として戦ってもいいっていう規定を設けてるから今回出場することができてるんですけども、そういった規定を聞いてもやっぱりこれは体力的にも体も違うからノーっていう感じですかね。あ、すいません。ノー。どう思いますか。はい、はい、イエス。はい、あ、僕ノーです。どの競技においても男子と女子で平均的な試合の結果の差は明らかになっているので、それを、そのボーダーを超えて片方にいた人が片方に入るっていうのは、まあ、不公平性がかなり公平な試合になるとは到底思えないので、どの競技であっても別の分野の、ジャンルを立ち上げてそこで競技をさせる戦わせるっていうのが、まあ、一番いいやり方かなと思います。ありがとうございます。終わった。 It took us around 4 hours to get 100 Japanese people to participate, and as you can see about 20% of our participants think thatthe athlete should not be allowed to compete with other female athletes, while the majority, actually 80% of our participants think that it should be allowed that she can compete with the female-born athletes. This, of course, does not mean that the public is very well informed about the science behind it, but we still hope that you guys had a good sense of what thegeneral public in Japan or the younger generation in Japan thinks. Well, what are your thoughts on the issue? Let us know in the comments what you think. And make sure that you subscribe to Asian Boss and hit the notification bell so that you don't miss out on any new insight from Asia. And as always, stay curious.